ということで、神社構内に入ってきました。はい、ではではですね、まずこれ、わかる？これみんなテレビとかで見たことあると思うんですけど、この煙を自分の悪いところにかぶせることによって治るっていう代物なんですよ。では私はこれをかぶっていくのかな。まあこれで大丈夫ですか。まあこれで僕のあらゆる悪に汚染された部分が浄化されたんじゃないかなと思います。作法、この水を、あそこに書いてあるんですけど、最初に右手に柄杓を持ち、左手を洗い清める。で次に、なんか持って、左手に持ち替え、ここ開いてるから、見ましょう。ではやります。最後にこちらに行きましょうか。これが雷門です。いや違うわ、何度か橋って書いてある。大京商業なんだあれ。ちょっと分かんないけど、とりあえず行ってみましょう。階段行かせてくださいね。ここで、あれですね、お賽銭とか、まあ、こういうお拝借とかやる場所なのかな。自分の全てがもう心身ともに入れ替わったのかなと思います。ではじゃあ皆さんまた、どこかでお会いできる時を楽しみにしています。ありがとうございました。